はいどうもボッサイボッサの長峰です。ゆたしくにげっさびらということで、今日はですね、御用松持ってきました。たれーん、八つ房御用松の青い2本です。うちには御用松3本ありまして、そのうちの2本がこちら青いっていう品種の八つ房御用松となります。ちっちゃいでしょ、だいぶこれでだいたい6センチぐらいなんですけど、いいんじゃないですかね、こういうの。昔は御用松といえば、盆栽といえば御用松っていうぐらい名の知れた樹種で、その中でも八つ房松の品種の青いっていう品種なんですけれども、こんな感じ、葉の長さとかもこんな感じなんですけど、まあ、こっちはちょっと葉長いですね。でこっち葉ちょっと今短いんですけど、その理由がこっち2年前にハス化ししてだいぶ樹勢を落としちゃったんですね。それが原因で今もまだ樹勢が上がりきらずに葉が短いまんま、こっちはもう今年伸びた葉とかも、今年伸びた葉はもうだいぶ長いですね。ギュン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 伸びてってるところ、今目数を増やそうと放置してるところです。こちらも放置中、こっちも放置中ですと。基本的にはうちにある御用松は枯葉落としぐらいしかしません。あとね、水の管理がシビアって言われてて、御用松はですごく枯れやすいんですけれども、まあ、そこをね、自分の棚にあった水の上げ方みたいなものを覚えてしまえば、まあ育てることは可能、まあ他の手入れがだいぶ少なく済むので、水の上げ方だけ覚えちゃえばあとは楽に手入れができるような樹種となっておりますので、僕的には、すごいおすすめですね。うちのね、事業化計画としては八つ房御用松っていうものを増やすつもりはないので、3本しかないし、これからもあまり増やすつもりはありません。でもう1本こちら、ででーん、これも八つ房御用松、比べるとこんな感じですね。こっちはね、芽数も枝数も多い蓬莱っていう品種となります。まあ正直ね、こいつ単体で見てあ蓬莱だってなる人なんてほぼいないと思うんですよ。だから買った時についてる名札とか、そのネーム、ヤフオクだったら落とす時の商品名みたいなものを見て覚えておくしかないっていうのがあるんですけれども、そういうところはあるんですけれども、まあそれを覚えているだけですね。まあ、正直この品種を、これを見て当てられる人なんてほぼほぼいないと思いますが、こちらは蓬莱、こっちが青いっていう品種となりますと。こっちはね、ちょっと樹高も高いんですけれども、まだまだ足元細いので曲げようと思えばまだまだ曲がるっていう感じですね。中の方はこんな感じで、だいぶ葉っぱも混んできたので、もうちょっと放置したら内側に枯れた葉っぱとかも出てくるとは思うんですけれども、うちは放任主義なので放置してます。御用松の詳しい管理の方法とかは、まあ僕が喋るよりもネットで検索して勉強していただいた方が確実だと思うので、育て方に関しては割愛させていただきますが、まあ、水の管理がシビアって言われてますね、御用松は。で、辛めがいいとか水加減が難しいってよく、言われますね。まあうちでも何本か御用松は枯らしたことあるんですけれども、やっぱ枯れやすいです。その中でも強く生き残ってる青いと蓬莱、すごいおすすめですね。他にも八つ房御用松の品種っていっぱいあるので、ネットで検索してお好みの品種を探して、その品種を購入してみてはいかがでしょうか。じゃあ今日は短いんですけれども、以上とさせていただきます。盆栽ボッサの棚にある八つ房御用松3本のご紹介動画でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録まだの方はちょっとポチッとお願いします。じゃあ以上とさせていただきます。失礼します。バイバイ。